昨年末の山口さんのスキップを見逃した方、いらっしゃいますか？今日は、のんちゃんとの会話の中で、山口さんの口から出たので、取りためてある動画の中から引っ張り出しました。久しぶりに見ると、失礼ながら、面白いですね。それではご覧ください。かなり暑い中での運動会となりそうです。よく晴れて運動会日和ですけども、熱中症対策は万全に行ってください。山口さんは、何か、じゃあ足早いですか？いやいやいや。早いじゃないですか。もう足余んないです。いやいや、若い時の話ですよ。若い時は、そんなに早くなかったですけど、遅くもなかったと思います。平均ですね、うん。ぐらいだったと思いますと。いいですね。じゃあ、いや、運動会、こう、足が遅い身としては結構辛いんですよ。あ、でも運動会もあんま好きじゃなかったですけどね。けど、でもいいじゃないですか。平均くらい走れるんだから。いや、しんどい。うん、ね、早そうってコメント来てますよ。早くないです、ね。いや、私はなんか早そうに見える。何、うん、もうあれですよ、今なんて、スキップさえできないって言って、年末。やってましたよね、なんかスタジオでね。これ、でもせっかくこの二人が今いるから、はい、みんな最近見始めた方のために、スタジオの広さ伝えといた方がいいんじゃないですか。やるってことですか、今これ。振ってます。すごい。今全部。カメラのボタンが一気に今。急にね。あれ、山口さんもこのスタジオの広さ伝えたくないですか？そうですよね。そうですよね。知っていただきたくないですか？そうですよね。あれ、いや、これやっぱりやるしかないですよね。だって最近見始めた方知らないですから、スタジオの広さ。はい。ちょっと、なので。こう投げしてる感じが。じゃあ行きますか。じゃあ、じゃあこう行きますか、みんなで。じゃあちょっとお願いします。山口さん、山口さんが見たことない。私も山口さんって走れることあるんですか？いや、自信ないです。ちなみにあのスキップでしたっけ、どっちでしたっけ？スキップもしてる。スキップなんです、確か。スキップしますか？スキップできますか？みんなで行きますか、はい、じゃあ向こうに行きましょう。どっちですか、はい、あれ怪しくないですか、怪しくないですか、これ山口さん怪しくない、あれ怪しくないですか、ちょっとやってみてください。ちょっとソロでお願いします。山口さん絶対あれあれどうやるの、あれさやっちできる、そう、足上がんない。いや、スキップと運動神経関係ないです。あれやっぱね、足が上がらない。関係あると思いますよ。うん、でも毎日すごい歩いてるから、まだまだ体力ありそうですけど。ゆっくりだといいんです。長距離じゃできますか？長距離。もうできないでしょ。できない、もう絶対無理。嫌いだった。うん、じゃあそんなに運動は。何が競技一番好きでした？綱引きとか玉入れとかいろいろあるじゃないですか。そういうやつの方がいいです。ああ、そうなんですね、じゃあ走るとかいうよりかはそういう方が楽しかった、うん、そう全員でやろうよっていう。ああ、なるほど、確かに確かに。そうです、一人になっちゃいますからね、走るときね、まあ、10分の1、20分の1になって、そこの一人になってる方がいいです。あ、確かに紛れてね。目立たない方がいいです。確かにでも綱持ってるだけとかね、もう分かんないですもんね。もう一番後ろで何やってんだろうこの人が、よく分からないっていう。なるほど、そっか。じゃあそんなにでも運動音痴ではないってことですね。いや、球技とかはもう全然ダメでした。あ、ダメですか。ダメでした。そっか、ちょっと気になりますけども。うん、暑さ対策をして運動会ね、ぜひ楽しんでください。ここまで予報センター山口さんに解説していただきました。山口さん、ありがとうございました。